はいどうもゆぴかです。今回はですねデビルメイクライ2をプレイしていこうと思うので僕の横に彼が来てくれています。はいどうもデビルハンターヨーダです。さあさあさあやっていきましょうか。やっていこうじゃないか。はいではねミッション4よろしくお願いします。はいやらせてもらいます。行くぜ。ここはね、うん、美しき港町に現れるジョカトゥグルムというねタコの悪魔がいますんで。タコ。お気をつけください。なんか君何やってるのさっきから。え、なんかこう怪しい感じね。なんか。なるほどね。隠し用具のとかね。あれ？ない？ないかなんか。あーあー。でいでいでよかったよかった。はい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 。やっぱあったじゃないか。学習したね。あとこうとか。うん。あの前回のね動画見て思ったけど結構マメなんだよねヨーダ君。めっちゃオーブちゃんと取ろうとするよね。いや、やっぱね、撮りたいじゃん、ほら、こういうの。いやいや、どうぞどうぞ。あんま長くなったら動画でカットするから。うん。殴られた。いいよ。ああ嘘やべえ、ランクが、下がる。剣で切った方が魔人ゲージは上がりますからね。あ、一応ね。うん。くそ、当たんねスティンガーが当たんねスティンガーって言ったらもっと、わーって突っ込むのにね。もっと早いじゃん。これ。これは本当にもうファンから不評です。モッサリスティンガーと言われてます。だってこれでしょ、うん、なんかただのさ突っ込んでるね。本当にただの土なんだよね。俺の知ってるスティンガー違う。くそまあ頑張って。あいけんじゃね。もうああもう1スティンガーすればああいうレディー人だったけどこれで、ね、うんあいいね。一応これでカモアビンゴビンゴいけ。ああ早く立ち上げろお前。ああもう俺入ってる。カモンカモン。よし早いね。早すぎる。消えるのが敵が離れてんのにさ、うん、ほら当たんねえとこいんなよお前。よしまあでもこれで倒したろさすがに。オーブ開始したオーブ開始した。いいじゃんいいじゃん。ないねオーブ探索士見たくなってるな。あでもあるじゃんこっち側に。いいあ、上になんか今青いの見えた。見えたね。よいしょ。無理か。まあ、飛べ飛べ。ここじゃないね。え、どこにあった？見えたよな。この上にあった気がする。あれ、この上っぽかったんだけどな。ちょっともう一回。カメラ。アングル。あったあったあった。あったあったあった。いけいけいけ。あ、そうだ。この上だ。だからあの上行ってさらにって感じか。そうだね。あんまりヨーダがもたつくならおそらくここは2倍速になるぞ。マジで？ああ2倍速になっちゃう。大変だ。カメラ出たいよ。俺もそんな気がする。あ、あ、ここだ。オッケー。いた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 。いいね、よし。ああ、ああ、嘘でしょ。あぶねえ。どんな取り方してんだお前。よいしょ。新しい技で。まだあるんだお前。もうないよ。まあ、俺レッドオーブを欲してんなお前の体が。ほうあーじゃあ戦うのかまた。うん頑張って。なんか不思議なところだね。不思議だな。おうどうしようち。チンガーってもっと、うん、なんかこう無理やり突っ込むみたいな感じの武器だったような気がするんだけどな。だからそれは1とか3とか4とか5の話で。ああ2はないです。なるほど。このモッツァリスティンガーではダメと。そうもうこれか。うん、まあ、一応ムービーなんで見ますか。はいといっても手抜きなんで前と全く同じですけど。あ同じなんだ。あまた魔人化しつつそう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 体の中にぶち込むと。ここにうんあゴールドオーブ。ゴールドオーブ。へぇへぇちゃんとあんじゃん。ねえこの上何がない。なんか前の動画の時も言ったけどさ、うん、プレ2時代は本当画面めっちゃ暗いんだよ。何が何だか分かんないっていう。分かんないね。こんな綺麗にここ見たの俺初めてだよ。とりあえずこれで切ると、うん、切って。当たった当たった。そしてあれが閉まる前にダッシュで、うん、駆け上がれと。駆け上がれと。それ無理じゃない。魔人化した方がいいでしょかなぁ。まあ、とりあえずこれで行ってみて。いいよいいよ。無理だね。あ惜しいね。くそ
じゃあ今度こそ。今度こそまあヨーダ挑戦したいみたいなんでいいですけど。うおー、丸ボタンを連打して。その回転は遅いでしょ。多分その後ろ回転遅いからダメだよ。前バックっていうのがいい絶対。そう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 。おーい、ナイス。なかなかいいじゃん。今ダメかと思ったわ。よく言ったな。で、おー、いけ早く。で、いきなりと。そうだよ、何喋んねえから。掛け合いないから、デビューメイクや2は。ないの？大体ね、シリーズだったら、ここでね、お前がスパーダの息子か、とかって言うでしょ？言うよ。ないから、それ。そうか。あ、いや、お前も喋ろうとするのは戦い、こいつマジ油断ならねえから。この足は多分ね、ダメージ通ってないから。通ってないんだ。うん。本体だけ狙え、本体だけ。そう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 。足、やったら本体狙って。でも毒吐いてるから気をつけてみたいな。いけ。大丈夫？いけ。え？当たんの？当たってるね。まあ、でもマジンゲージ溜まってるから、マジンゲージご利用しでいけ。マジンゲージの使い方忘れた。なんでそれ忘れてる？L1 とか。L1？ あ。できた。うん。それでは足邪魔だからどいてもらって。よいしょ。ご利用して、ご利用して。ヨーダの方が死んじゃうから。いいぞ、いいぞ。よーいしょ。なんだこれ。あー、それはなんか、バリア。バリアか。うん。死ぬかもしれん。あ、ヨーダ、今マジン化しろ、今マジン化しろ、今マジン化しろ。撃て。何を？これ新マジン化だから、もう切ったり撃ったりしろ。四角とか四角とか忘れ、とにかくもうこれで行くしかない。そうオッケー。何が起きたのか分からない。何が起きたのか俺分かってない。え、どういうことって感じなんだけど。新魔人化にあったんですよ、はい、ヨーダの体力がもう赤だったから。はいはい。で、赤の時に魔人ゲージが1でも残ってると、うん、もう最後の切り札で新魔人化っていうのができるんですよ。はあ、なるほど。で、ね、それでもう一瞬で倒した。あ、今ので？今ので。飛ばすなよ、ムービー。分かったよ。これがあの、デビルメイクライ2唯一のバイクシーンなんで。唯一なの？あ、最後にもう一回あったかな、一瞬だけ。見てほら。あー、崖越え。終了です。いつもみたいなのを振り回したりしないですよ。え？本当に？ランクが、あ、でもまあ B、オーブがやっぱすごいね。あと14足りないかな、これ多分。オーブ氏だな、本当に。まあタイムがね、ちょっと。タイムは、まあ、しょうがないね。一時的に落下するだけです。なんだよ。いいから、早く行けよ、その青いとこに。あ、ここ？うん。おかしいな、と思ったら。何が、おだよ、お前。いや、なんか、ずっと撃たれるからさ、おかしいなと思ってた。あ、これで戦いなんだ。え、まだです、まだです。まだ？